それではおなら漫才始めたいと思います。はい、おなら漫才長谷川義文、芋食ったらおなら出た、出てきたおならが喋った、ようこそ来いてくれました、ラッキーラッキー、短い人生、せっかくやから僕と漫才せえへんか。え、漫才そう、みんなに笑ってもらおう。君が来いたで、僕が出てきた、ラッキー来いた出てきたで行こう。ハトのおなら知ってるか。ハトがおならしますか。します、します。ハトのおならはポーポッポッポー、ハトポッポー、ほんまかいな。フランス人のおなら知ってますか。今度は外国かいな。フランス人のおならはパリッ、さすがにしゃれてますな。おならをしない国知ってますか。そんな国ありますか。あります、あります。なんぼ決まってもおならデンマーク。怒られるで。車の中のおならは恐ろしい。何が恐ろしいですか。3人で乗ってる時が最悪や。恥ずかしいから分からんように出しますな。よくあるね。音を隠して匂い隠さず。やめなさい。ここで一曲歌いとなりました。勝手にしなさい。はーん、かわいそうだよズボンの女なら。はーん、かわいそうだよズボンの女なら。右と左に泣き分かれ。ええ、これにしなさい。ほな、この辺でさよおなら。そんな、ほな、もうええわ。ありがとうございました。すごい。